皆さん、こんにちは。こんにちは。キズナアカリです。角瀬琴音だよ。今日は、どんな生き物について解説してくれるの今日はナマズについて解説したいと思います。ナマズは、東アジアの川や湖、沼に生息する細長い体をした淡水魚です。口の周りにヒゲを持つというユニークな見た目をした彼らですが、水底の掃除屋という一面もあります。へぇ、そうなんだ。じゃあ、ナマズって水底をきれいにしてくれるのね、ええ そうなんです。彼らは死んでしまってそこに沈んだ魚や小さな生物を食べて水域をきれいに保ちますでもヒゲってどうしてあるのそれは感触や味を感じるためですナマズは視力が弱くヒゲで水中のものを探知します面白いわねナマズって本当に不思議な魚なのねこの動画ではそんなナマズについて詳しく解説していきますナナママズズの分類ナマズは、 ラマズモク・ナマズ科に分類される甲骨魚類の一種です甲骨魚類って何甲骨魚類とは骨でできた骨格を持つ魚のことですラマズもその一部なんですラマズモクには約2800種が属していて猫の頬ヒゲに似たヒゲを備えているのが特徴ですヒゲがある魚なんて珍しいよねそうですねそのヒゲは感覚器官として働き周囲の環境を感知するのに役立っていますラマズは体に鱗はなく 体型は細長い種が多くいます。鱗がないのどんな感じなの鱗がないため、体表面は滑らかなんです。それが水中での動きを助けています。そして、生塚には約100種が存在していて、多くはヨーロッパやアジアに生息しているんです。アジアにもいるのね。見たことあるかも。鱗のない体表面は滑らかで、水の流れが遅い場所に好んで暮らしています。流れが遅いところが好きなのね。 安心できる場所なのナマズ科に分類されるナマズですがマナマズやニホンナマズとも呼ばれることがありますマナマズって名前初めて聞いたわ革命はシロルスアソツスで前半部分はギリシア語でナマズを意味していた言葉ですギリシア語が由来なのねまた英語ではアムルキャットフィッシュと呼ばれていて生息地の一つであるアムール川がその由来となっていますアムール川ってどこにあるのアムール川は ユーラシア大陸の北東部を流れる大きな川で全長4 3 0 0キロ、流域面積が185万平方キロメートルもあるんですすごい大きな川なのねナマズにとっては住み心地がいいのかしらねアムール川はナマズの主要な生息地となっていて数多くの個体が生息していますキャットフィッシュっていう呼び名の由来とかはあるのはいナマズのキャットフィッシュの部分は口の周りに持つヒゲが猫の頬ヒゲに似ていることから。 この名前が付けられたんです。ナマ,マズは主に東アジアの川や湖沼に生息していて日本や中国朝鮮半島台湾などに分布しています東アジアのいろんなところにいるんだねナマズマナマズは日本に生息している4種類のナマズのうちの一種となっています日本にも4種類もいるのね日本では離島を除く淡水系に広く分布しているのが特徴です淡水系って 川ととか湖ってことはいそうです特に流れが穏やかな場所を好んでいますナマズが好む生息環境は水底が泥や砂などで柔らかくなっているところになっていますまた潜在的な外敵から身を隠すのに役立つためある程度の水深があることも重要なんですさらにナマズは少し濁った水域を好むという習性がありますそういう場所では餌となる獲物が豊富だったり隠れるのが 用意などの利点があります濁った水域が好きなのは獲物や隠れる場所のためなのねまた彼らはていの魚類であり水底の光があまり届かなくて暗くなっている場所でおとなしくしていることが多いんです暗いところが好きなのねはいそして10から30度の水温がナマズにとって快適な状態とされていて水温が低くなる冬場には活動量が低下していきます冬にはあんまり動かないんだナマズの身体的特徴、 ナマズは70センチぐらいまで大きくなり、生息する多くの水域ではかなり大きめの淡水魚となっています。そして、大きな体をしていることから、外敵は少なめとなっているんです。頭部は平べったい形をしていて、横に広がった口は水底にいる獲物を効率よく捕食するのに適しています。水底の獲物を捕まえるのに特化してるのね。退職は訂正の生態に適応したものになっていて、背中側は暗めの色で。 半褐色か緑黄褐色をしています。その耐色により、上から見ると川底に溶け込んでいて、見つけるのがとても難しくなります。腹側はどうなの腹側は、気配色や海白色などの明るい色をしていて、下側から見ると明るい水面と見分けが難しくなっています。上も下も隠れるのが上手なんだ。彼らの耐色はカモフラージュするために進化してきた結果で、外敵を避けたり、獲物に気づかれないように狩りをするのに役立っています。 そして、ナマズの最も顕著な特徴の一つとして、彼らの口ひげがあります。やっぱりかなり特徴的よね。はい、そのひげには数多くの感覚細胞があり、周囲の環境の匂いや動き、圧力の変化を敏感に感じ取ることができます。すごいセンサーを持っているのね。ナマズが好む場所は、水が濁っているために見通しが悪く、そのような状況では、ヒゲによって獲物を見つけるのが重要になっているんです。 見えなくてもヒゲで大丈夫ね。鱗のない体表は、感覚が優れているほか、粘液を分泌するための線で覆われています。粘液って、どんな役割があるのラマズの粘液には、寄生虫を寄せ付けない効果や摩擦を減らし、体を守るという役目があります。体を守るための粘液なんだ。ラマズの背びれは、他の魚類と比べると比較的小さく、主に姿勢制御の役割があり、彼らの訂正に適応した形になっています。 背びれが小さいのは、そういう理由があるのね。さらに、お尻のひれが非常に長く、尾ひれとつながっているのも特徴です。また、彼らの歯は、小さくてザラザラした板状になっていて、獲物を噛み切るというよりは、すりつぶす食べ方に適しているんです。すりつぶして食べるのね。ナマズって面白い魚ね。ナマズの食性ナマズは、食欲旺盛な肉食性で、小魚やエビなどの甲殻類、水生昆虫、動物プランクトン、 魚卵などを食べています。へえ、こう見えて肉食なのね。小魚は、飲み込めるサイズのものなら、好き嫌いなく捕食し、その他にも、ザリガニや軟体動物、昆虫の幼虫も好んでいるんです。何でも食べちゃうんだ。ナマズは、主に水底に生息している生き物を捕食するのが得意で、狩りは、主に夜に行われ、口ひげを使って、泥や砂の中に潜んでいる獲物を見つけます。夜に狩りをするのね。ちょっと怖いかも。 獲物を発見すると周りの泥や砂ごと吸い込んで口に含むんですが獲物だけを残していらないものを吐き出すことが可能なんですナマズは同じく肉食の魚類であるカワカマシなどとは食料を争う関係にあります他の魚と争うこともあるのねそこで夜に狩りを行うことで昼間に活動する魚類と争いになる可能性を減らすことができ安全に獲物を確保することができるんです夜の方が競争相手が少ないのねまた ナマズが食べるものは季節によって変わったりもします季節によって変わるのはいそうなんです春になってナマズの活動量が増加すると同時に獲物となる生き物も数が増えて活発になります春は食べ物がたくさんあるのねそのため春にはさまざまな種類の食料源が確保できます春はごちそうの季節だね夏はもっともナマズが活発に行動する時期で広い範囲を泳ぎ回って たくさんの獲物を捕食します。夏も食べるのに忙しいんだ秋になり水温が低下してくると獲物となる生き物も数が減って彼らの食料源が少なくなってきます秋は食べ物が減るのかそうするとナマズは通常の獲物に加えて死んでしまった魚の肉も食べることもするようになります死んだ魚も食べるのね冬にはナマズの活動量も低下すると同時に獲物も数が激減してしまいます大変な季節ねこの季節には 夏や秋に体に蓄えたエネルギーを温存しながら生活していきますナマズの習性ナマズは基本的には単独行動をする習性があり繁殖期以外に複数の個体が一緒にいることはほとんどありません一匹でいるのが好きなのねですが生まれたばかりや若い個体では群れを作る行動が見られることがあります若い時は仲間といる方がいいのかもね繁殖期になるとフェロモンなどの化学的なシグナルを使って 自分のテリトリーの主張やパートナーへのアピールを行います。繁殖期にはフェロモンでコミュニケーションするのか、オスは自分の縄張りを守るために攻撃的になり、オス同士で喧嘩に発展することもあります。縄張り争いが激しいのね。また、ナマズは静かに効率よく泳ぐことが可能なため、外敵に気づかれずに移動したりできるという能力もあります。さらに、水中に存在する岩や植物の根などの構造を利用して、天敵から隠れたり。 獲物を待ち伏せしたりなどの行動も取るんですラマズの繁殖とライイフサイクルラマズの繁殖期は春の後半から初夏にかけてでフェロモンを分泌して繁殖相手にアピールします1匹のメスに対して4匹ぐらいのオスが近づいていくんですけどメスに選ばれるのは1匹だけなんですオスは頑張ってアピールするのねオスがメスに体を巻きつけるような繁殖行動をした後メスは卵を産むんですけど受精すると。 ゼリーの層で包まれている状態になりますそのゼリーにはどんな効果があるのゼリーは卵を守る役目があるんですメスが産卵する場所は少し水深が浅くなっていて酸素が豊富で外壁や急な水流から守られているところになります安全な場所で産卵するのね卵は3日後くらいに孵化しこの時すでにヒゲを生やしているのが特徴です生まれた時からヒゲがあるのね孵化したナマズは 動物プランクトンや小さな昆虫を食べながら成長し徐々に大きな獲物を捕食するようになりますそして2年から3年で性的に成熟することになります結構早いのねナマズは比較的長生きな魚として知られていて野生でも天敵に襲われなければ15年あるいは20年も生きることができますナマズと人間の関係ナマズはかなりの大きさになるため貴重なタンパク質源として重宝されてきた歴史があります 大きいから食べ応えがあるのね東アジアのナマズが生息している地域では焼いたり煮たりなどさまざまな調理法で利用されていますいいろんんな料理で食べられているんだまた一部の地域ではお祝い事などの席で料理として出されることもあるみたいですへお祝いのの時にも使われるのね生命力の強いナマズは繁栄や力の象徴として考えられることや不思議な能力を持つ生き物として神話や民間伝承の中で記述されていたりします。 日本にも、ナマズの言い伝えがあるよね。日本ではナマズが地震を予知できるという考えもあるほか地面の下に住む巨大なナマズがいるという伝承もありますアムール川流域の一部地域ではナマズが川を形作りその川の守護神として守っているなんていう物語もあるみたいなんです守護神としてのナマズか以上で今回の動画は終わりですご視聴ありがとうございました